こんにちは、市村正樹です。あなたの音感を試しながらリードギターの極意を教えちゃいます。というので Dmの曲をちょっと弾きます。ダイヤストレイツの悲しきサルタンって曲。Dマイナーの曲です。こういう悲しい響きのね。今のバッキングをちょっと頭に記憶に残しておいてください。それで僕がいつも言っているように Dマイナーっつって今人差し指が5フレットにある時、この時はもうこのまんま雪上車ボックスっていうのを使っていいよっていう。この雪上車は使っていいんですよっていう。こうやってなんか指弾きしてるとなんとなくマークノップラーっぽくなってくるでしょ。それでそれプラス D マイナーだから D マイナーだから2弦の6フレット置いてあるわけですよね、指がね。ってことはこれも足していいよと。今の雪上車にこれにこれも足していいよってことになります。こうやってで、いつも言ってるようにここにも Dマイナーあるじゃないですか。6弦が10フレットになった時の Dマイナー、同じ音ね。6弦にルートがある時も人差し指が今10フレットに来たらここで雪上車ボックス弾いていいですよ。で弾いていいですよと。っていうことで。それプラスさっきと同じこの中指が一瞬置かれたここ、人差し指が5フレットにある時も2弦の中指のとこ、人差し指が10フレットにある時も2弦の、まあ、この場合は11フレットね、これ弾いていいんですよ。なんて簡単なんでしょう。2箇所そのコードを制覇コードでバレーコードで押さえた時に人差し指を置いたところ2箇所弾いていいですよってのが決定しています。なんて分かりやすいんでしょう。さてここで音感クイズ。Dマイナーを弾いているときにここは弾いてよかったですよ。でしたね。さてそれでは1弦が今は5フレットと8フレットを弾いていいよってことは分かっています。ではこの間2つあるよね、フレットがね。どっちを使っていいんでしょうか。6フレットだと思う人は自分の目線でね、左だと今心に念じてください。7フレット使っていいんだって思う人は心で右って念じてください。もうちょっと弾いてみます。さあ今
5フレットを弾いています。この時に次左弾いていいんでしょうか、右弾いていいんでしょうか、どっちでしょう。さあ心に念じましたか。それでは、正解を発表しますよ。変えないでよ今更変えないでよ自分に嘘はつかないように、人に嘘は言ってもいいんで自分に嘘をつかないように。いきますよ。さあ次、はい、正解は左6フレットでした。これがまあ音感なんですよ。ギター経験が長いとね、長いとこういうことって弾いてる時に何か脳みそでこういう時はここ弾くんだよなって考えてるんじゃなくて、これの次は半音上を弾いてもいいよ。その半音って言葉すらもう思い浮かべないで、次はこれ弾いてもいいっていうのがもう慣れきっている、もう完全にそれが僕らには入っているんですよ。だからこれを今は雪上車ボックスって考えて説明してるけども、どん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 慣れてくると、こういうふうに次から次へ隣隣隣の次弾いていい音、隣の次の弾いていい音っていうのが全部無意識に備わってくるんですよ。そこを目指した方がいいわけですね。ここはこういう風だ、ここはこういう風だ、スケールはこういう風だからこうやって弾かなきゃ、こういう順番でこうやって弾かなきゃって考えておくよりも、無意識でそれ選べるようになっちゃった方が早いってことですよ。で今は Dm って僕がコードを決めて言ってるから、そういう風にこういう風にも弾けるんだけど、何にもコードも分からずにすぐにセッションに参加した時っていうのは、もう一か八かで一個の音を出してから、その次はもう隣の音隣の音って探していくんですね。これ今こっちまでちゃんと全部うまくいったでしょ。これはこれだからこれだから、ああいう風だからこういう風だからって考えてるんじゃなくって、次弾いていい音が半音隣か全音隣かを分かってるから、ここまでこっからこっからここまで弾けちゃうわけですよ。さあ答え合わせの実はっていうことを説明しましょう。今左が正解でしたね。これ実は僕さっき皆さんに音感として植え付けといたんですよ。それはここ10フレットに人差し指を置いた時、わかった今、さっき打った10フレットに人差し指を置いた時に、この辺の雪上車ボックスは全部弾いていいよって言った時に、中指で2弦11フレット弾いていいって言ったじゃないですか。これね、変な音しとんな、なんかこれほれ、1弦の6フレットと2弦の11フレットは同じ音だから、もう音感としての答えはさっき僕は説明してたんです。ここでこれで、でそれは別に構わないんですよ、それでいいんですよ。それでじゃあ何がって言ったら、 Dm っていうコードがあって、人差し指が5フレットをバレーしている時に弾いていい場所は
まずここです。これは絶対です。人差し指が10フレットにある時も弾いていい雪上車で中指足して、これも絶対に弾いて OK の場所、ね、一箇所だけ一弦で左を弾くべきか右を弾くべきかわからないところがある、勘頼りに弾いちゃった方が楽なところがある。ならばこっちは次どっち、半音か全音か、全音ですね。こっちはこっちが半音だったから、左だったからこっちは右なんですよ。っていうことはこうやって覚えると楽。 D マイナーを弾いていて、弾いていい一弦の音はが弾いていい音。こっちは6弦にルートがある時の D マイナーを弾いている時は、小指でカッティングができそうな場所、全音ね、全音っていう2箇所が違う。2箇所っていうか、その1弦の左にあるか右にあるか。コードがここを制覇してる時はこっち弾いていいよ、ここを制覇してる時はこっち弾いていいよ、そんだけの話です。だけの話で、まあいろんなコードがいっぱいあって、例えばまあ何だろう、こうね、 F マイナーとか F マイナーがあったって、人差し指が8フレットにあって弾いていいよ ところはで、これの中指倒していいとこ決定してる。F マイナーはこっちにもあるから、その時はここ、この時もここ。ということでギター弾き始めました。そのキーのコードが人差し指が置いてあるところで雪上車を作る。で弾いていいところが2弦側は決定してる。ほいで1弦側が左か右かも本当は決定してるっていうのを覚えるんでもいいし、覚えるってよりもこれに弾き慣れちゃうことが大切なんですよ。こう、音が悪いなこれ、このギターそうだ、修理してなかったんだということで、あなたの音感は大丈夫だったでしょうか。また次回お会いしましょう。さよなら。